2層してみて踏んでみた感触などはいかがでしょうか。そうですね、ちょっと自力っていう自力出してないんで、ちょっと感覚としてはいいのか悪いかちょっと分かりません。状態面的にはいかがでしょうか。状態はもう何とも言えないんですけど、まあ、悪くはないと思います。決勝メンバー出揃いました。印象はいかがでしょうか。そうですね、まあ、逃げるのはもう僕だけっていう感じのメンバーなんで、はい、しっかり力出し切れるように頑張りたいです。2走してみて踏んでみた感触、体の状態面いかがでしょうか。昨日今日ってすごい、まあ、道中もすごい軽いんで調子はいいと思います。大垣バンク重たさとかはいかがでしたか。そうですね、今日とかもすごい軽かったですね。だからもうちょっと打ち詰まった時はちょっと悔しかったですね。決勝メンバー出揃いました。印象はいかがでしょうか。そうですね、まあ、白上君と肥後さんいるんですけど、まあ、もう中部の3番で勝負権あるところで勝負したいです。はい、福島選手どう戦っていきますか。はい、八尋さんとも相談してもう短期で、まあ、何かできればっていうところです。短期戦というのは福島選手ご自身ではいかがですか。まあ、何度かあるんですけど、まあ、先行一社の短期っていうのはないですね。はい、決勝戦に向けて最後に一言お願いいたします。優勝できるように一発踏みたいと思うんで応援よろしくお願いします。2走してみて体の状態面、踏んでみた感触などいかがでしょうか。まあ、いつも通りですけど、今日もゴール前刺されたんでね、がっくしです。決勝メンバー出揃いました。印象はいかがでしょうか。そうですね、まあ、パッと見先行一射なんでスローになると思うんで、まあ、何かしらのチャンスを見出して頑張りたいですけど、はい、最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。そうですね、せっかく乗ったんでやっぱり優勝を目指して頑張りたいんで応援よろしくお願いします。2着1着での勝ち上がりとなりました。踏んでみた感触、体の状態面いかがですか。そうです、足の状態はいいと思います。決勝メンバーで揃いましたが印象はいかがでしょうか。まあ、そうですね、まあ、とりあえずメンバー関係なく自分の力出し切れるように頑張りたいと思います。ご自身その自力でのレースっていうのはいかがですか。そうです、前がいなかったら自分で動きたいという気持ちはあるんで、明日はそれを出すっていう感じです。それでは最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。はい、優勝目指して頑張ります。応援お願いします。2走してみて体の状態面はいかがでしょうか。そうですね、昨日より今日のがちょっと体重たく感じたんですけど、まあ、2着に入れたんで悪くはないと思います。決勝メンバーで揃いました。印象はいかがでしょうか。まあ、強い選手ばっかなんでね、もう頑張って、まあ、高橋君についていければいいかなと思ってます。高橋選手との連携というのは今までは久しぶりなんであんまり覚えてないぐらい久しぶりですね。番手からの伸びに期待しております。最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。一生懸命ゴールまで頑張ります。応援よろしくお願いします。決勝メンバーで揃いました。印象はいかがでしょうか。まあ、高橋君の先行したみたいな番組やし、ちょっと難しいですけど、はい、明日は肥後選手位置はどうなってきますか。白上君が、まあ、自力で頑張ってくれるみたいなんで、僕は白上君に任せます。白上選手との連携っていうのはあります。はい、自力で戦ってくれてた時期があったんで、もう数年前に、はい、その時にお世話になってます。最後に決勝戦に向けて一言お願いいたします。白上君と2人で一発狙えるように頑張ります。応援よろしくお願いします。